はいです。10秒前。SIR のエナジーチャージステーション。はい、時刻は4時を回りました。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。お仕事お疲れ様です。月曜日の夕方のひととき、SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは SIR のミキとスカーレットドラゴンのマダムキセで、ギノワン市キューナ G タウンビル2階にあります。FM ギノワンのスタジオより、この後4時54分まで生放送でお送りいたします。この番組は美と健康のミネラル成分として今大注目されているケイ素を沖縄県産サトウキビから抽出し植物ミネラルケイ素原液として販売しております。シュガーケイ素の魅力やお客様の体験を交えた健康に役立つ情報とスピリチュアルライフアドバイザーマダムキセによります今週の開運お導きメッセージをお届けする SIR 社の広報番組となっております。エナジーチャージステーションではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。FM ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらも合わせてお楽しみください。ということで、こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日は、2月13日そうですね、はい、月曜日となっております。はい、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。もう明日はバレンタインデーですなんかねワクワクもしないというだからね、でもね、学生のね、うんうん、うちもあの娘がいるんですけども、はい、まあせっせとチョコレートとかしたりとかして、自分でね作ってましたけど、すごい、うん、ね、皆さんもねチョコ手作りが多いのかなやっぱりな、ね、どう、作ったことないか分からない作ったことない、本当は作ったことないですよね。作るよりもなんか買った方がなんか形いいしなんかいいかなとかって思って買ってちょっとラッピング工夫したりとかはしてましたけど、でみきちゃんもやった、でもあなたはねなんかね、うん、もらってた方、あの学生の頃は、あのどちらかというと、男みたいだったのであのもらってましたね。なんかね性格サバサバしてるからなんか宝塚の、ね、人にあげるような感じで、なんかね変な気持ちでしたよでもやっぱり、好きな人はいて自分もバレンタインデーのチョコレートとは準備してるのに、もらってる自分っていうのかな、なんかとっても複雑だったんですけど、ありがとうって、はい、もらってましたはい、はい、あります、なんとなくね、あ、高橋さん、中学校の頃だけですけどね、高校までいたら怖いよ、ね、もらってました、もらってました、女子から、はい、あのキャッキャされてましただからなんだね、あ、そうですよ、言われるまで自分忘れてた、ね、なんかあんな感じはする、笑ってたよなって感じで、ね、だから女の子がねいつもねついてくっついてって付き人なんか、なんか一緒になんか体育一緒に行こうとか言ってモテたんだ女子からはだからね男子からは、あ、確かにありました。男子からは、はい、同性、同性ですよね今でもそうですよ。あ、そうなんですか、だからやっぱりモアイとか、まあ、同級生のね、はい、とか集まっても、はい、あのサム呼ばわりですし、私ミキって名前なんですけど、はいはい、あのミキさんって呼ばれるんですよ同級生にも。え、なんで、分かんないけどこうかったんじゃない、ミキさんって言われててであのやっぱりね女性の目線では多分ないですね、男性目線で同志なんだね、同志本当に、私が寒いって言っても、みんな、ああみたいな感じだけど、ね、女の子が寒いって言ったら、ジャケットを貸してあげる。何個お前たち、うちもさっきから寒いって言ってるけど、みたいな。
とかね、ありましたよね。だから今でもやっぱり、はい、うん、女性としては見られてない私ですね。あ、じゃあ明日チョコレートがたくさん来るかもしれませんね。いやいやいや、それはもうね、大人になってからはないですか。はいはい、ないですけど、さすがにね、明日は、うん、旦那にあげますよ。あ、言いましたよね社長が。はいはいはい、うちもいましたね。はい、あげてください。もうなんか忘れてますね。ねえ、ときめきはちょっとないかもしれません。今韓国にときめいてるからそうですね。はい、ということで、はい、今日ね2月13日なんですけど、はい、あの何の日かちょっと調べてみました。苗字制定記念日、苗字、はい、苗字が、はい、あの明治8年にですね、はい、のこの日に明治政府が平民苗字必勝義務令というのを太政布告を、出して、はい、あの全ての国民に姓を名乗るようにっていう制度ができたそうなんですよ。ああ、それまではなかったんですね。そうそうそう、なので、うん、でも今までないのを名乗りなさいね、苗字をつけなさいって言われて、やっぱりみんな戸惑うわけですよね。はい、そうよね。うん、そしてあのもし姓を名乗ったならば、はい、もしかしてそれに税金がかかるかもしれないあっていうのでみんなスルーして、ね、でいたんですけど、やっぱこの日から明治8年のこの日、はい、今日ですね、2月13日からはちゃんと名乗るようにということで、はい、あの名乗るようになったそうです。ああ、そうなんだ。っていうのはやっぱ名前、ね、沖縄の人の、まあ、苗字っていうのもやっぱ地名っていうか ね、 そうですね、やっぱりね、その違いますね、沖縄のこの地名のが多いですよね、はい、で、あの例えば名前なんですけど、苗字じゃなくて名前、名前したんですね、もう、はい、あの結構ね、今おばあちゃんなんかがもう亡くなって、はい、あれなんですけど、昔のおばあちゃんたちの名前っていうのが、鍋とか、そうそうそう、かまどとか、ね、あのうちおばあちゃん亀でしたよ。亀とかね、鶴とかね、はい、でなのでやっぱりこの日常このね、にあるものとか、うんうんうん、ね、家畜ですよね、はい、か牛とか馬とかが多かったんですよね、はい、そうですよね、うんうん、なので、まあ、あのうちの、まあ、おばあが、はい、もう94年亡くなったんですけど、はい、だいぶ前に亡くなったんですけど、はい、おばあが入院している時に、はい、病院に、ね、入院にしてる面会に行ったんですよ、はいはい、そしたらうちの妹が、はい、あの末の妹が4歳か5歳ぐらいだったんですけど、はい、このプレートがかかってるじゃないですか。あ、ありますね。これずっと見上げて、はい、ちょうどもうあの字を読めるので、あ、はいはい、ずっと立って中に入るんです、はい、なんで中に入ってって言われて中に入らないで、はい、こっちはさ、うん、たくさん牛とか馬とかがいるのだから牛、あれ荒垣牛、大城馬とか、馬牛とか、亀とか、亀とか動物園みたいな感じなんですよ、うんうん、だからずーっと名前ばっかりみたいな牛とか亀とか鶴とかがいるってどんだよってそうそうそうっていう感じでね、やっぱり動物の家畜ね、名前とかそういう ね、 そうね、鍋とかかまどとかっていうね、名前がすごく多かったんじゃないかと思うんですよ ね、 すよね。だから内調人からするとえっという感じが多いですよね。うん、そうですよね、うん、なのであのでも内地の方でもは、あ、そっか、ダイハツはあまり牛動物だ、あ、まあ、鶴とかはね、鶴とか、鶴とか亀はいるっても、うん、かまどとか、うんうんうん、あ、何だ、タルガニとかもあるってさタルガニとかね、うん、なんかタルとかね、そうそう、ないんじゃないかな、うんうん、で、なんていうんですかね、面白いなんかブログがあって、はい、あのこのランキングを作ってた、ランキング、はいはい、この名前のね、おばたちの名前のランキングって、はいはい、よく多い名前ですよ、はいはいはい、だから10位、10位、はい、うさは鍋、はい、釜で8位、はい、マカトははかな、はい、うん、6位、はい、鶴、はいはいはい、釜、釜、うんうんうん、で5位、5位、はい、ウト、ウト、うん、おおで4位が、はい、松、あ、松ね、はいはいはい、うん、で2位が、はい、亀、亀、かまど、うん、かまど、うん、うんうん、はい、で1位は何でしょうか。牛、ピンポン牛なんですよ、本当に、はいはいはい、牛なんです。牛、うん、牛、1位牛さんとか、牛さんってたくさん多分いたんですね。大変だったんですね。でうちのおばあも牛だったんですよ、はい、でおばあのお母さんも牛だったんですよだから 親子で牛、ね、親子で牛、うんうん、だったんですよね。牛、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 本当に牛、ね、牛さん、牛さんなんですよ。荒垣牛さん、
牛さんは、ね、いっぱい多分牛さんいたんですよ。荒垣も多いからね、荒垣、牛さんたくさんいたんですね今の世の中にいないかもしれないけどということでですね今日のねもう笑ってるんですが、今日のね1曲目行ってみたいと思います。何でしょう、はい、はい、スティングのイングリッシュマンインニューヨークです牛なの本当に牛へえ、聞いたことないでしょ。聞いたことないでしょ。で、ね、牛メガとか、カニメガとか、かまどメガとかっていう、このメガってなんかね、メガだから、ね、大きいロボットみたいな。本メガ。カメちゃんだったけど、うちは赤目でした。カメでした。うん、本当にね、その牛でした。牛。馬、馬ってもいるんだ。あ、馬ってもいるんだ。馬。馬。馬ってもマウシとか、馬ってもいますよ。いたいたいた。あの飛行場で会ってる時に、うん、ヤギ牛さんって来てるわけよ。ヤギ牛とヤギ牛で来てるから自分ヤギやってくれたわけよ。なんか来てるの、なんか琉球王朝時代のわらびなの一例っていうのが出てきました。あ、わらびなね。あ、わらびな、はいはいはい、牛とか、うんうん、鶴とか、うんうん、タルとか、うん、タル、だからね、みんなカタカナなんですよ、うん、全部カタカナ、うん、へえ、すごい、牛とか初めて聞いた。なかなかカタカナってないのよね、うん、牛、日本時間名前になってしまう。でも本当はあの、あ、宝塚っぽいよ。宝塚っぽいねえ、あの感じだからもらってたはずねっていう感覚があって、でも本当に笑ってたよ、思い出した。でしょ、もう懐かしいと思ってもらってた、もらってた、もらってない、もらってないそうそうそう、あそこずっとくっついてくる。好きだったんだろうね。だからね、男みたい、男みたいだったんだよ、でもね。ちょっとわかんない、別の性が好きだったかもしれないし。うーん。面白いね。バレンタインか。じゃバレンタインでキス、こればっかしちゃったね。うん。今、今日かけた、めぐちゃんで。ね。マザーブリュー。こればっかし。あの仕事でね、ずっとな、ワインを。やってさ、そばで食事のこの曲ばっかしてリピーターするから朝から晩までよ、もう吐き気がするから聞いてやもう嫌ってええー、日本一の記念日で、ん、日本一記念日で2月13日、うん、なんか中途半端いいね、13日ってね、うん、だからね、怖くてよ、こっちもボヨンってしょ、ビヨンって、うん、ボヨンって、そうでしょ、うん、この辺とかも固まってる、もう手術して飛ぶでしょ、待って、そんな複雑骨折したの、もう韓国行かんでいいかなと思ってきた、あれあんだけ言ってるのに行かんと行こうね2泊3日で、うん、あまりも細くて美しいからさ、行きたくない、うん、今日押してるね、時間が、うん、まあここでね、揉めたくない、はいはい、
ちゃん11月前だった8月です。体調面を気をつけてって。SIR のエナジーチャージステーション生放送でお送りしております。はいはい、はい、牛でちょっと盛り上がり盛り上がりましたね。盛り上がりすぎましたね。盛り上がりすぎて時間が押しちゃってる。はいはい、ということでまた牛つながりでですね、はいはいはい、あのうちのシュガーケイソなんですけども、はい、あの人間では人間だけではなくて実は牛さんも飲んでたりするんですよ。ね、うん、牛さんとか、はい、猫さんとか犬さんとか贅沢だな。でやっぱりね、牛さんが飲んでるのは、はい、ある闘牛なんですよ。沖縄市とかで闘牛大会とかあるじゃないですか。石川とかでありますね、はいはい、そこにいつも試合に出ている牛さんなんですね、はい、あ、そう、はいはい、が飲んでいるんですよ、はい、っていうのはね、この牛さんがちょっとおちんちんから膿が出るっていう、ね、尿漏症っていうんですかね、はいはい、それでちょっとすごくなんか体調悪いというか、うん、このもう、ま、毎回この膿がボロってすごい出るらしいんですよね。かわいそうに。っていうので、うん、去年から一応飲み始めているんですけど、はい、飲んですぐからやっぱりね、この多分それって炎症菌が入ってそこから炎症を起こしてっていう感じのものらしいんですけど、はい、飲んでしばらくしてかね、やっぱりねこの膿自体も出なくなってるっていうことだったんですよ。うん、でも牛さんはどんだけの、はい、あ、だからね、人間の倍ですよ。じゃあ2滴だったら4滴っていうこと、うんうん、だからまあ人間がって私なんかが、はい、健康維持で飲もうとしたらば、はい、1日に10滴10滴、はい、うん、ですよね、はい、で例えば何かを改善したいとかやっぱりねもっと少しね、うんうん、元気になりたいって思う方であれば、はい、まあその倍だから20滴ですよね、はい、でその倍なので、はい、今40滴ぐらい、ああ、はいはいはい、まあ多めに多めに飲ませてっていうふうにして、うん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 、そしたらねやっぱり闘牛に出してるぐらいなのですごくやっぱり手入れとかそう、ね、もう本当に、うんうんうん、健康面もすごい気をつけて餌なんかもですよ、うんうん、はい、もう朝起きたらもうすぐ草刈りに夕方もっていう感じですごくやっぱり手入れをしているんですよね、うんうん、はいはい、なのでもう治ることだったらもういくら高くてもいいからとりあえずないかって言って探してる時にうちのシュガーケイソの話を聞いたらしいんですよ。というかやっぱねそういうまあ中の体の中の悪いものを除去するっていうので、うんうん、はい、聞いたんですけどって最初来て、ええ、そしたらじゃあ私なんかもだからね牛が飲んだっていうのまだ例がないので、そうだね、逆にねモニターではないけどちょっとそうですね、うん、試してもらっていいですかっていうか、はい、形で、まあ、分けられる分をちょっと分けて、うんうんうん、ちょっとね牛用にちょっと濃度を調節してあげたんですよね、はいはいはい、でそれもまた別でも購入もなさっていて、ええ、で自分もやっぱり飲まないといけないはずだけどもう牛くんからっていうことで飲ませて、うんうんうん、そしたらもう調子いいらしくて、でこの間来てたんですよ、はい、あもう全然なくなってるそういうのがって言って、あ、よかったね、とても元気になってるよって言って話してたんですよ、うんうん、はい、なのでね、まあ、自分人間だけではなくてそうですね、そういうやっぱね飼ってるペットもやっぱり家族ですからね、じゃあ犬とか猫とかはいはいはいにもやっぱりいいらしいですね、うん、あもうちょっと早く知っとけば、うん、うちのケビンちゃんも、うんうん、っていうのがあるのでまあね飲み水にちょんちょんって入れるだけなの、ね、ね、でやっぱり犬とか動物は本能ですので、はい、まずかったら多分飲まないんですよね、うんうんうん、でもずっと飲みます、ずっと、やっぱミネラルなので欲しがってるんだよね、うん、もうずっと猫でもあんまり猫ってあんまり水飲まないっていうかね、そうですね、あんまり飲まない印象があるんですけど、うん、もうずっと飲んでます。へー、うん、でもう一方は猫、猫、猫がもうちょっと死にそう、死にそうっていうか、うん、もうよだれも垂らしててご飯食べきれない、はいはい、でもうまっすぐ歩ききれない、じゃあなんかウイルスだらけ食べてるのかな、もうヨタヨタしてて、で猫エイズっていうのをねキャリアを持っていて、はいはいはい、っていうことでうちに来たんですよ、はい、なので、まあ、うちもまた、まあ、飲むとは思いますけど、はい、どんなかわからないので、はい、とりあえずじゃあ試してくださいって言ったら、うんうん、この猫さんは1ヶ月ぐらいでまっすぐ歩くようになったんですって。え、あ、そうなの、うん、でよだれも垂れなくなって、うん、でカリカリの餌も食べるようになったって、
だってよだれ出たら絶対無理よ。そうそうそう、うん、でなんかよだれも止まってこうカリカリを食べれるようになって、ああ。なので飼い主さんはそれを見て私も飲まなきゃいけないって言って、はい、猫みたいそうそうそう逆パターンですね。うん、だって猫が元気なんだって人間はね、そう、そうなんですよね、うん、だからやっぱりその様子をやっぱ自分で見ていると、うんうん、やっぱこれはすごいなっていうふうに感じて、今ではね自分も、まあ、ね、猫たちも飲ませているんですけど、はい、いいですね、うんうん、なのでやっぱりね、うん、やっぱねペット飼うって言ったら、うん、一応こちら側もあの心構えしないと、うんうんうん、ペットに先に行くわけにいかないから、あ、そうですよね、だから健康にならないといけないっていう意識が高まってくると思うんですよね、うんうんうん、ですよね、だから犬と一緒にいるととっても思うっていう人がいたんですよね、だから犬はやっぱ散歩に連れていかないといけないし、そう、はい、うん、そういうのですごいなんか自分がなんていうの、誰なら過ごしてるといけないって思ってしまう、そう、体調管理もしないといけない、うんうんうん、いけないっていうので、なんか人間らしくなりますよねとかって言ってたので、ああすごいなと。うち犬は飼ってたからそうだったから。うん。やっぱね、中型犬とかお家の中にいる犬だったらそうかじゃないかもしれませんけど。大型犬でした。大型犬は、うん、まあ、ね、散歩絶対連れていかないといけないでしょ。たまにね。まあまあ行きますけど、うんうんうん、でも引っ張られるんですよ。うん、危ないですよね。大変だったんですけど、はいはい、でもその時本当にあの時ケースがあったらよかったのになと思うんです、うん、あの大型犬とにかくゴールデンの場合は腸が弱いんですよ、はいはい、大腸関係が、はい、どうしても腸に腫瘍ができやすいので、うん、知っとけばなって、あ、じゃあ病気で、病気、あ、うん、なるほどですね、というかやっぱりね人間も、まあ、動物も、うん、あの予防、予防ですよね、で予防してあげるのはやっぱ飼い主さんなので、うん、ね、やっぱ水も毎日変えて、ね、たくさん置いて、うん、でそんな中でちょんちょんって入れればいいし、うん、で缶詰なんかだったらね、缶詰食べる、まあ、猫さんとかだったら、はい、缶詰ちょんちょんちょんって垂らして、まあ、味もあれもないので、ね、うんうん、絶対いいと思うんですよね、で病院でいたんですけど、病院にずっと行ってて結構高いんですよ、うん、それ考える予防であのケース飲んでた方が絶対いいよなと思って、うんうんうん、飲ませてた方がね、うんうんうん、というのでね、やっぱりねこの炎症が、まあ、あの治ってっていうか、うん、あの亡くなったり炎症してたのがしなくなったりとか、はいはい、であの皮膚病ですよね、皮膚病、猫に多いですね、ね、うんうん、猫もそうなんですけど、犬もすごい皮膚病が、もうものすごく庭中がもう皮膚、この匂いが、海の海っていうんですか、はいはい、臭いですよね、もう炎症のこの匂いがしても大変っていう方いたんですけど、はいはい、薄めてシュッシュしたら、はい、あの亡くなって、あのなんていうんですか、この炎症っていうか、このただれている感じだったのが、うんうんうん、どん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 収まってきて匂いもなくなってきてっていう、ね、あのお客様もいらっしゃいますのでね、あ、よかったですね、うんうん、なのでうちは、まあ、進めるときはやっぱ皮膚病的なものは、うんうん、あのまあ、ケースもそうなんですけど、あのあやさんのワンダークリーム、あれを塗ってくださいって、はい、あれも保湿になりますので、やっぱカバーもしますのでね、はい、あのそれ両方使うとすごくいいみたいなんですよ、で8年間もうあのなんていうんですかね、脱毛、はい、脱毛症かな、何かかかってもうずっともうなんか皮膚病みたいな感じになってる犬が、はい、今毛があの生えてきてるって、へえ、うんうん、言ってましたか、8年間ずっとこのままだったから、もうこれ以上は、あ、これ以上ひどくはなってもよくはならないって、うんうんうん、あの飼い主さんは思ってたんですけど、うんうん、ケースをね、買いに来てこのクリームのことを知って、はい、で自分は、まあ、ネイルのお仕事をしてるので、ネイルケアにこうやって、はい、オイルを使おうと思ったけど、ええ、あ、これこんなにいいんだったらちょっと犬につけてみようと思ったらしいんですよ、はいはいはい、で使ったらやっぱりやっぱり良かったんだ、いいっていうので、うん、まあ、まとめて購入はされてるんですけど、いやでも自然だからね、うんうん、だからねやっぱりいいですよ、あ、うん、つけないといけないね、うん、やっぱりあの保湿がすごくいいです、あ、ですよね、うん、冬場なんかは本当によくわかるんですけど、乾燥するとね、うん、あのチリメンジワがたくさんできてくるので、これ乾燥ですからね、乾燥ですよ、本当にね、はいはい、ということでですね、はい、またもう一曲いってみたいと思います、はい、はい、テイラー・スウィフトでバッド・ブラッド、盛り上げすぎたん、何を、こんにちは、盛り上げすぎたん牛で牛で
雰囲気かわいいのやってるね、先週から猫ちゃん、何これ今日休みでいいんですよ、何これ何時ね、あ、分かるんですね、これ今日毎月13日のあるじゃないですか、縁日、お寺の日、宇宙人キラキラ好きだと宇宙人ってそうね、キラキラ好きさやっぱキラキラしてるところが来てるからそろそろ帰るんでしょ帰らってきていいけど、お前はアイアもそうなんですけど、自分もなんか帰りたいって思ってる時が ありましたね、アイアさんと二人の同じ方しか来たんでしょう ね分からんけど、なんかお家にいるのに帰りたいってどこでいいよアイチューブ家にいた本家に本宅に帰ってこない、なんだろうこれね、やっぱり宇宙人だろうね、帰りたい帰りたいね、もうすぐ切れそうな、強くライン付けてもかわいいね、うん、細ければね、細ければ、そのレビューも何やってもどうする、隠されてるのたくさんすぎて、うん、14日が15日かな、これのえだから、地なんとかっていうの名前も関係ないけどさ、何か来るわけよ、気候法のあの人が、ね、電話がないけどねSIR のエナジーチャージステーション生放送でお送りしております。はい、っていうかね、くつろぎすぎたらね、今からね。バーチャルなかったっちゃね。ごめんなさい、韓国の話してました。はいはい。で、コメントが来てますのでね、はい、紹介したいと思います。AKB ファンさんですね、こんにちは、盛り上がりすぎてたん？何をって。牛とか馬とかでね盛り上がりすぎてました ね、はい、今日ですね、言い忘れてたんですけど、はい、SIR のエナジーチャージステーションですね、はい、放送45回目、わどんな区切りよって言われたんですけど、何の区切りだ中途半端何回かなって数えたら今日45回だったので、うんうん、あ、これはちょっとねちょっとお祝いしようかなと。50回だよね、うん、50回でもするけど、まあ、45回ということでですね、はい、今日リスナープレゼントを準備しております。すごい、はい、で、シュガーケイソ、うん、どこかな、これこれあれどれ取りに、FM ギノワンに取りに来れる方に限るんですけどもね、3名様に、シュガーケイソ準備しております。ぜひ、はい、いいものなので、はい、ぜひぜひ、ね、メグさんを訪ねてきてください番組中ね、私なんかいたらいいんですけど、そうですね、はい、ぜひぜひゲットしてくださいということでですね、はい、たくさんの大勢の方がね来てくれるといいですね。そうですね、でもごめんなさい、3名しかいないっていう、そうそうそう、はい、3名しか持ってきてないので、うん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、ね、美と健康のね、アイテムとして、うん、はい、まあ、どんどんね認知度が上がっているシュガーケソなんですけども、ちょっと美が、はいでね、先週の土曜日、
土曜日うち本当は事務所休みなんですけど、はい、どうしても土曜日しか来れないというお客さんが、はいはい、あの数名いらしてですね、はい、もういいやこの日にちょっとまとめて、うんうん、あの対応しようということで社長に出てきてもらって、はい、ちょっとあのお話を聞いたんですけども、はい、あのお母様をの介護をしていて、はい、でお母様はちょっとあの認知症が少し入ってはいるんですけど、はい、乳がんの治療をずっとしていて、はいはい、であの抗がん剤とかは使うのをやめあのやめるっていうか最初からねこの抗がん剤の治療はしないんですけども、うんうん、あの薬他の薬で、はいうん、治療はしていて今度11年目って言ってたのかななんですけど、そうなんですか、はいはいはい、でねあの去年の産業祭りに、はい、あのシュガーケースを知って購入していただいて、はい、でそれからのお付き合いなんですけども、はい、でこの、ま、だ土曜日に、ね、来た時にあのお母さんのこの結局、うんまあ、乳がんからの治療だったんですけど、はい、あの骨転移を防ぐために、はい、ランマークというあの薬をね、はい、あの注射で打ってたそうなんです、はい、これがだから2年ぐらいかな治療が始まって、はい、この注射での治療が始まって2年経つって言ってたんですけど、はい、そしたらこのランマークっていう薬の副作用に、はい、あの作用としては骨の骨転移を防ぐのが骨転移を、はいうんうん、防ぐのが作用なんですよ、はい、で副作用は、はい、顎の骨が壊死するとか、はいうん、なんかねちょっとってどっちかのって、うんうん、感じなんですけど、はい、あのなんていうのかなあのなんていうの骨の、うん、骨が顎の骨なんで顎の骨なのかちょっとわからないんですけど、うん、顎の骨が壊死するとか、はい、でまあそういうなんていうのかな症状が出てくる、骨に転移をしないようなお薬だけど骨に転移をしなくても、うん、顎の骨が壊死すると壊死する、うん、でこの2年経ってみて壊死が今度の検査で 見られたんですよ、はい、なのでこのお薬は中止しましょうって言われて、はい、でもお母さんはもう壊死してますよね壊死が始まってるので、はい、やっぱり痛いんですよでしょうね、うん、なので、まあ、あのなんていうのかなあの 歯茎の歯肉の、ね、腫れだったり痛みだったりっていうの で、はい、で歯のぐらつきっていうのが あのあるらしくて、はい、いつもなんか、ね、口を押さえてるらしいちょっと認知が入ってるのであれなんですけど、もうなんかねきつそうらしいんですよねなのでもう彼女としてはどうしたらいいんだろうっていうの で、はい、で私はちょっとその対応ができないので、うんうんまあ、社長に、ね、あの来てもらってお話をしたんですけど、はい、もうすごいよかった来てよかったって言って、ね、喜んで帰ったんですけど、はい、なのであのまあねあのやっぱ腫れてるところでもやっぱプラス、うん、痛いところはやっぱプラスになってるなの、うんうん、ものなので、はい、この、まあ、シュガーケースはマイナスなんですよね、はい、なので、まあ、塗って痛いっていうところでちょっと塗ってあげてみて様子見てねっていうふうにしてね中から外からもですね、はいうん、っていうふうにしてやっぱり飲ますのもずっと、うんうん、あの飲ませてるのでそのまま、はい、あのの今まで通りに飲ませて、はいうん、やった方がいいかもねっていう話をして、はいうんうん、そうですねいたんですよねだからもうこれはだからなんか私薬なんか なんか薬で助けられて今までは来たんだけどだからあの自分がやっぱりこの飲んでた薬とは以外にやっぱりほら、うん、本当にやっぱ命に関わるっていうか、はい、なんか軽いのじゃなくて重いこなんかねそうあるじゃないですか、ね、でだからそういうものって副作用もすごくきついと思いますよやっぱりあるんだなっていうのを、うんうん、本当にねシュガーケースに携わってからそういう人なんかを見て話を聞くと、うんうん、なんか何なんだろうってね今聞いてびっくりした、うんうん、骨を助けるのが骨が下っそうそうそうだから骨なんでだから転移を防ぐものなのに壊死だからどっちがいいの壊死するのがいいですか転移するのがいいですかってなんかね究極の選択みたいでなんか嫌なんですけど壊死も壊死でしょ、うん、ということはもうないんだよねないっていうかおかしくなんだよねそうで骨だからすごい痛いんですよ、うん、でしょうね効かないんですよね、うんうんうん、麻酔とかも、うんうんうん、らしいんですよ、うんなのでやっぱねだからもう彼女ももうお家自分で介護をしながら見てるので、ね、病院じゃないんですよ病院で見てるんじゃないんですよ偉いですね自分で、うん、お家で見てるのでうんそうやっぱりあの先生なんかも分からないとか様子見ないと分からんとかなんかいろいろなんかね結構いい加減な返事しかしてくれないことも多くて、っていう話をしてたんですよね、はい社長に会ってやっぱり良かったって言ってました、うんうん、なんかあの、はい、やっぱり的確な答えもらえたって、うんうんうん、だって自分がすごいとってもやっぱりなんか勉強してるんですよ
お母さんのこの病気をやっぱり良くするためにっていっていろいろ勉強して、だから食事もすごく勉強してってなってるんですけど、すごいね、うん、いやいやすごい彼女、うん、私はそこまでできるかどうか分かんないけど、うん、すごいなと思って、だからちょっとねやっぱり認知も入ってるので、うん、あのおむつ替えたりする時なんかはすごく噛まれたりとか、うん、何するのって言って噛まれたりとか、うんうん、つねられたりとかっていつもねなんか青たんとかねなんか傷だらけなんですよ、あそっかもう大変だけど頑張ろう頑張ってねって意識なくて、認知に聞くようになればいいのにね、うんうん、聞いてくれれば、うん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 、っていうのでね、またちょっと開発中のね、ケースを、はい、ちょっとあの、精神の安定を促すっていうのを、はいはいはい、社長はちょっと渡してましたけどね、これもちょっと一緒に飲ませてごらんねって言って、そうね、安定するね、うんうん、でも彼女にも必要じゃないですか、うん、お母さんもそうだけど、そうですね、うんうん、で仕事もしてるのでね、で、うん、あのなんだろう、お母さんはお昼はちょっとデイケア的な、デイケア、うんうん、デイケアですね、うん、でちょこちょこやっぱ仕事をしてるみたいなので、うん、だから看病する人がすごく倒れても大変なので、ストレスすごいあるでしょうからね、本来はこの方たちに飲んでいただきたいですね、うん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 、やっぱり精神的な安定をしないと、うんうん、もう難しいですよ、そうですよね、うん、でもね介護は一人じゃない、一人ではできないからやっぱり他の人の手助けもねどうしても必要だと思うんですよね、うんうん、大変ですよ介護って、うんうん、一人で見てるのでね、大変だろうなって、うん、だからあの、ね、遊びに来てねって、うん、あのね、自分でほら、うん、いろいろ発散できる場所ってやっぱ必要だと思うんですよ、ね、だけどむやみやたりにこの、ね、なんていうのかな、言えないし、ね、言えないところもやっぱりあるの、うんうん、と思うのでね、そうですよね、うんうん、なので頑張ってほしいなってね、そうですね、うんうん、これからどん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 増えてきますよね、うん、もう高齢化社会になってくるので、うんうん、だから社長は本当に頑張ってほしいんですよ社長が頑張る、社長がだって、うん、あのもう何ボケじゃないけどそういったものを認知症の人たちを一回からでも改善できるような形を、うん、だから認知症になる原因としてもやっぱり薬の副作用っていうのがあって、だから血圧とか、そういう薬の副作用が、あの若年認知につながってるとか、そういうもうデータもたくさん出てますよね、出てますよね、うん、だからやっぱり薬は必要なんですけど、やっぱ上手に付き合わないといけないよっていうところで、うん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 、常用するもんではない、そうですね、うんうんうん、だからそういう認識っていうか、そういうものみんながね、持つことによって社会も変わるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり日本って ね、まあ、日本もお医者さんがすごく偉くって、偉いんですよね、自分の意思とかあまり伝えられないじゃないですか、うん、自分はこうしたい、こう思うんだけどっていうのではないですよね、そうなんですよね、だから、うん、薬もすごいいっぱいもらうんだけど、実はこの薬だってお家に帰ってちゃんと飲んでるかって飲んでなくて、飲まないですね、うんうん、あの毎年4000億ぐらいあるらしいですよ、もったいないこれね、もう国家予算ですよ ね、うん、炭素の中に、だから結局飲まなくても飲んでももらいには行くんですよね、そうそう、安心で、うんうん、だからお守りではないからね、だから薬の無駄遣いでもありますよね、うんうん、だから薬の無駄遣いでもあるし、税金の無駄で、自分のお金の無駄遣いでもありますよね、うんうんうん、本当にね、100% 自分の自腹だったら、自己負担だったらそこ考えると思うんですけど、だから国がね、下手に出しちゃってるでしょ、うんうんうん、何パーセント、何割ですか今、3割、3割、3割負担、うん、3割負担でしょうね、うん、はね、やってもらえるから、ね、うん、お薬だってもらいやすい環境だと思うんですけど、ただあの老人の方たちはタダでね、もらったりとかするじゃないですか、うんうんうん、ちょっとだけ出せばいいから、すごいですよ、だから種類がもう何十種類あなたが飲むんですかっていうぐらい、この間来た人なんか13種類とかって言ってたよ、え、あんなに飲むの、うん、だから何が何か分からんって、分からんって言った月だから家族も分からんって、家族もだからこれ本当にこんなにあったら大変だよ、問題だよって言ってたんですよね、だからあのお医者さんに相談してあれした方がいいんじゃないですかっていう話をしたんですけど、13種類飲んだり、あの薬飲むだけでお腹いっぱいにならないかな、だからですよ、水も飲むし、うん、ねえ、ね、大変、うん、まあだからね、時と場合によっては必要ではあるんですけどね、はい、ええ、常用しすぎるとね、またね、あの胃薬とかも、ね、一緒に出されるぐらいですので、そうですよね、かなり出されますからね、うん、薬とはね、ええ、うん、とは無縁の方がいい、病気と無縁の方がいいかなと思います、はい、あ、うん、ましてはいはい、またコメントが入ってますね、
はい、行きますって来てますけど、これはあの AKB ファンさんですね、はい、あ、いらっしゃるんですねお待ちしておりま す, お待ちしております、はい、で、あのキスさん、はい、今日は、はい、あの朝から、はい、あのゴージャスさんがうち事務所に来てたんですよ。ゴージャスレイさんが、はいはいはい、はいはいはい。でね、あの今年もビューティーイベントをするので、はい、あ、そうなんですか。はい、はい、ぜひぜひあのシュガーケースも出展してくださいっていうことで、ね、依頼で来てたんですけど、はい、もういつも彼女目いっぱい元気なんですよ。元気ですね。うん、すごい。で、10時半にはスイッチが切れるらしいんですよ。夜の10時半には、はいはい、もうきっちりスイッチが切れて、はい、で朝もうそ、だから10時半にはもう寝てるんですよね、レイさんは。そうなんですか。で、朝また早くから起きて、うん、もう朝からもテンション高い。はいはいはい。で、その切り替えがすごいよくできてるらしいんですよ。って言われたんですって、脳科学の人に。すごいじゃない。うん。でも一番いい時間に寝てるね。そうなんですよ。だからもう私も10年バッチリよって言ってたんですけどもね、うん、今年はまああの4回目のビューティー、はい、トータルビューティーフェアということで、はいはい、あのなんとですね、宜野湾市 の,、はい、あのコンベンションセンターで、はい、あの行うことが決定しております。すごいですね、はい、あの沖縄コンベンションセンター会議棟 A 棟ですね、はい、であの第4回トータルビューティーフェアを開催いたします、うんうん、はい、であの日時はですね、はい、29年8月12日まだまだ先ではあるんですけども、うんうん、夏休みですね、はい、夏休み中ですね、はい、8月11日が山の日だったのかな、うん、で12、13土日でですね開催いたします、はいはい、こうあの今年もですね31ブースぐらいあってすごい盛り上がってる、盛り上がる予定らしいですので、ね、はい、今からちょっとね私なども準備しないといけないなと思っております。シガーケースも出しますか。はいはい、ね、あの、まあ、ブース空きがあればいいですね、はい、うん、ということでですね、うん、はい、またまた時間が押しております。じゃあ3曲目いってみたいと思います。何でしょうか、はい、セレナ・ゴメスで Kill Em With Candle です。カミカミ一番だけにします。はいはい、できます。いらっしゃい。大阪から来てください。寝れるって一番いいね。10時半からスイッチ入っていくんだけど。ん？ 11 時ぐらいからスイッチが入るわけ。10時てか本当にね、あの脳科学の研究してる人がいて、その人に言われてきた。あんたのこのテンションの高さはでこんなことでしょって言ったら、もう全くなったみたい。うん、10時半できっちり眠って。あ、いいね。で、5時台起きるんだね。で、ちゃんとだからちゃんとリセット、この1日のちゃんとリセットするって言われたって。すごいいいね、うん、リセットしないからね、ずっと持ってるしね、うん、だからあのパワーはね、うん、そのテンションがすごい高いから、すごい、あの細いのにね、どっからのパワー来るんかなと思ったら、うん、そこから来るかな、うん、明日バレンタインだよ。ご主人何かやりますか。チョコ作ります。作るの。作るの、すごい。毎年作ってるんですか。えらい、えらいね。今年だったら作らんよ。最初から作らなかったけど。バレてなんだ。ご飯食べに連れて行けって言ってもらってきたでしょ、ちょうだいって言われた。社長のおごりでご飯食べに行こうって。いいかもしれんね。送って社長で。肉食べたい。
開運お導きメッセージ、はい、スカーレットドラゴンの木瀬です。2月13日今日からですね、19日の週間占いをやります。1月生まれ、あなたを見守ってる人がいます。周りを 見渡してください。恋の始まる予感がします。2月生まれ、今週は少し厄介な出来事が起こりそうです。平常心を保って乗り切ってください。3月生まれ、人との付き合い方を考えましょう。人との縁で良いものになるか、悔いを残すかに分かれます。どうぞ悔いを残さないように付き合い方を考えてみてくださいね。4月生まれ、怠け癖が出ています。だらけるのは終わりにして、そろそろ本来の自分に戻る時が来ています。まずは掃除から始めてみましょう。5月生まれ、浄化が必要な週となります。他人からの思いが強すぎて、体、心が悲鳴を上げています。お風呂にゆったり使ったり、厚めのシャワーで気を流すといいでしょう。6月生まれ、仕事において周りに安心感を与えます。アイデアやプランニングにかけては、天性の才能を秘めた人です。今週からそこが開花するでしょう。7月生まれ、家庭内での衝突が起こりそうです。ギリギリまで我慢をしがちなので、少しずつ小出しにする癖をつけると良いでしょう。8月生まれ、体調面を気をつけましょう。睡眠不足は後になって体調不良という形になってきますので、しっかり休んでください。9月生まれ、アップダウンの激しい週になりそうです。常に平常心を保つように心がけてください。10月生まれ、今週は人の集まるところに積極的に出かけていくことをお勧めします。11月生まれ、目と耳と目に注意が入っています。周りの人に気を使いすぎて、感情的にも影響されやすくなっています。少しだけ目を休ますことですね。12月生まれ、思わぬところで事故やアクシデントに巻き込まれ、怪我をしやすくなる週なので要注意です。少し、車に乗るときもちょっと気をつけていてください。今週はこういう形になってます。1月前の人いいですね。恋の予感が始まる予感がするそうですよ。ねえ、私は4月前なんですけど怠け癖、そうなんですよね、怠け癖ついてるんですよ今それでちょっと家族で大喧嘩しましたけどね来たら6月まで、はい、私は6月です。すごいですね。アイデアプランニングにかけては天性の才能を秘めた人だそうですよ。今週からそこが開花するっていうことなんで、なんかアイデアかなんかあるのかな、プランニングとか。いつもね、なんか考えてることたくさんだからなかなか形にするのがね、大変で。シャワー浴びたらいいんかなって、AKB さん来て、そう、シャワー浴びてくださいね。お風呂が一番いいのかもしれませんけど、できればなければシャワーでもいいです、AKB さんはなんで5月生まれですね。もう断捨離が去年で終わってるはずなので、はい、断捨離ね、はい、私ももう先々週からかやってますけど、はい、先週はできなかったですね。また今週はいやろうかなと思ってるんですけど、まあまあ長期戦ですよね。なんか本当にもう、ああはいはいって感じだから今私本当に押し開けたら、あ、こっちにもあったみたいな、ね、もうどうするって感じよね。人には言うんだけど全然自分が進まない。はいはい、なんていうんですか、分別者として出さないといけないじゃないですか、はい、もうめんどくさいので燃えるゴミに洋服を入れて出したんですよ、はい、そしたら取ってなかったらしくてそしたらまた社長が分別して首って洋服は洋服で別で捨てないといけないから首ってねって言われそうなんですよね、めんどくさいんですけど、めんどくさいと思って、だからそこら辺ですよね、性格が出てるというか ね、もうめんどくさい、袋に入れれば取るんじゃないぐらいの、ちょっと軽く覚えるからとかそうじゃないらしいんですよね。もう取ってなかったってちょっとそれも恥ずかしいよね。ね、
なのでちゃんとね畳んで縛って出さないと、ね、ある程度だったらあのゴミ捨て収集所、うんうん、持っていこうと思ってあのつけれるものをですね自分なんかあのあっちに持ってってるんです漫画倉庫 の、 あの衣装ボックスっていうんです何、はい、ですかボックスに入れられるんですよ大きなボックスがある回収ボックスか あっちにボンって入れるんですよあ本当に、うんうん、してるんですけど、うんうん、入れてこう、うん、もうなんか電化製品も結構いろいろあるからあでも電化製品も あれですよねゴミによってはお金この日に出したら絶対取るんだけど取られてないのがあったりするんですよねあれ今週も取られてないって何がいけないんだろうっていうのがあって、はい、結局ベランダに置いてまだ捨ててないのがあるんですよ引っ越してきた時に結構あるんですよね、うん、だからこれって どうしたらいいのかなとか思ってあの電話機なんですけど電話とファックスが一緒になってるやつ あれあそこでいいんじゃないなんだっけあのほらアルミを取るところアルミ取るところ、うん、サーマ産業三沢産業何サーマ産業ありますよね あそこじゃない、うんうんうんああいうところにじゃあ連絡すればいいのかなそうそうそういいんじゃないかな、ね、分別もあの地域によってね、うん、違いますからね那覇と宜野湾とかも違ってくるでしょうしね今那覇市 あの燃えるゴミの袋はどんな袋ですか普通の服ですで宜野湾市すごくいいんだよね宜野湾あそう中区スクもそうなんですけど、ね、宜野湾もあの耳がついてる、ね、スーパーの袋の大きい版みたいななんですよ、ね、あの袋になってからとってもやっぱ使いやすいくびりやすいの でしょあれってあのその前って、ね、以前のものは耳も何もないから、うんうん、くびってもあの持ってる間にパクってそうそうあの外れたりとか大変だったのよ、うんうん、なんですよねそれが全くないですいいですよね、うんうんこの那覇市はないですよああ那覇市もね、うん、早くあの袋にでもチリ袋も結構高いよね高いです300円ぐらいしますねしますよね、うんうん、高いなと思いながらも、うん、だからやっぱりゴミが出ないように生活しないとね結構出ますよね結構出ますね生ゴミが、うん、前はねあの学校なんかは学校で燃やしたりとかしてたじゃないですか、ああいうのってなんで禁止になったんだろうあ禁止なの今今やっぱ燃やさないじゃないですかだって今大浴神かちょっとあの燃やしたら消防が来ますよね。うそ。うん。ちゃんとだからあの許可もらってからやらないと。前、うん、だってあれ消火の消なんあるんじゃない？前あのうち那覇に住んでる時に、はい、あの騒動があったんですよ。火事って言って消防車が何台かな5台ぐらいバーって来て、ええ、したら魚焼いてたって。どこで？どんだけ煙出したのって思ったんですよ。すごかったんですよ消防車が。なんでどこで火事なんだろうと思ってたら後々聞いたら、うん、いやあそこで焼いてたらしいよって言ってだから本当煙が出てたらすぐほらそうね、うん、通報するからね通報したされたんでしょうね、っていうのがあるので燃やめたりねやっぱりね今庭先とかでもやっぱ燃やさなくなりましたからねそうそうあのうがみする時も、うん、今線香燃やさないですからね、あですよね、ということでですね、はいはい、何の話だったのかな、はい、エンディングが流れてまいりましたどんな話ちょうど1時間だったんですけどすいませんすいませんいつもの通りでしたはい、はい、もう、はい、時間になりましたので、はい、エンディング、今日のエンディングはですね、はい、ソウルドラソウル懐かしい懐かしいよねホットブラッドのソウルドラキュラ で、ね、お別れしたいと思います明日チョコレートなのにね、はい、この時間のお相手は、はい、スカーレットドラゴンの着せと、はい、SIR のミキでお送りいたしました皆さん明日は良いバレンタインデーを過ごしてくださいそれではまたまた来週懐かしい